インターンシップに参加した大学生がそれぞれの受け入れ先の課題点を挙げ意見するコンテストが福岡大学で開かれました。このコンテストは長期インターンシップに参加した大学生たちが受け入れ先企業の課題点を学生ならではの視点で見つけ出し、業種もさまざまな20人の経営者を前にグループごとにプレゼンするものです。情熱を持って社会で行動できる学生を増やしたい思いなどから、福岡大学の畔蒜正浩教授が立ち上げたベンチャー企業論の授業の一環で、運営も学生主体で行われています。畔蒜教授は病により先月亡くなっていて、学生代表の安藤ライブさんは教授の思いは後輩にも受け継いでいきたいと話していました。集大成となるコンテストは12月に開催予定です。